帰ろう3人で。私たちの家へ。この手を取るな、アルネイズ。取れば切る。ガルダル、失礼。アルネイズを確保して下がれ。はい。こいつちょっと変だぜ兄貴。さっきも一瞬追われてること忘れてたんじゃねえか。おかげがやられたってのは本当か。はい、頭を割られて。こいつはアルネイズをさらいに来たんだ。死んでも渡すな。へい。貴様がケティルか。だったらなんだ。殺せ。やめてガルダル、こんなの無茶よ。ガルダル、こいつは生け捕る。一応尋問して身元を改めねえとな。気をつけろ兄貴、そいつ強えぞ。誰に向かって言ってんだ。ボケ。生け捕れる相手じゃねえよ兄貴、殺しちまえ。やかましい、軽く準備体操してただけだ。やっぱそこか。アナグマ、こいつしまっとけ。ガルダル、すげえ、あっちゅう間に決めちゃった。アルネイズ、アルネイズ、アルネイズ、アルネイズ。油断するな、あいつの見張りは常に5人つけろ。了解っす。奴のことは忘れろアルネイズ、あれはお前の夫じゃねえ。ただのイカれた逃亡奴隷だ。